ブラギを侮辱するロキ。ザエルダオアポエティックエッタ、コモンリーノーンアズシーモンドエッエッタの差し絵より、ロキの口論とは、コ・エッタに登場する詩の一節である。この詩の中でロキは、他の神々と無限の応酬を繰り広げ、彼らを告発する。この物語は、バルドルの詩の後の話である。エイギルの館では、縁が模様されており、多くの神々やアールブたちが集まっていた。 エーギルの従者であるフィマフェングとエルディルは神々の賞賛を受けていた。ロキはそれに耐えきれず、フィマフェングを殺害する。外へと追い出されたロキは、エルディルと話を交わす。ロキが会場に戻ってくると、神々は静まり返った。ロキは、地の約束を盾に取り、オーディンに自分の席と主配を用意する、よう要求する。オーディンはそれに応じ、息子ビーザルに用意させる。 ロキはまず、ブラギが、臆病者であると指摘する。他の神々は間に割って入り、ロキを咎め、あるいはなだめようとするが、逆に彼に、罪や欠点を暴露され、次々と侮辱されることになる。イズン、ゲフィオン、オーディン、フリック、フレイヤ、ニョルズ、トゥール、フレイ、ビューグビル、ヘイムダル、スカジ、シブ、ベイララがその対象となった。そこに、トールが帰ってくる。 彼は東方に出かけており、宴会に出席していなかったのだ。トールはロキを脅すが、また彼もウートガルザロキの策略にはまったことを告発される。最後に、ロキはすべてが火に包まれることをほのめかして退出する。陰ン部ブンブの後に続く、三文部では、ロキの捕獲と呼ばれる相話が触れられている。この相話を経て、北欧神話の物語はラグナロクへと向かうことになる。 ありがとうございます。